はい、ヒップホップ・アンザ・カルチャーをご覧の皆様、DJ フォーレン K です。今日はですね、音声コンテンツになってます。今日もですね、大好評ゲットシリーズ行ってみたいと思います。今日はですね、自分がどこから来たのか忘れるなというトークテーマで話していきたいと思います。まずは初めて聞いていただいた方のために基礎知識ですが、フット、ゲットとはアメリカにおけるマイノリティの人種が住む比較的治安の悪いエリアを指す言葉です。この音声コンテンツではゲットという定義とそこに生きる人々の価値観などを僕がアメリカのマイノリティコミュニティに暮らしていた経験から語っていて、以前の動画でゲットを抜け出したいんだけど抜け出したくないというお話をしました。こちらもね、よかったら興味ある人ぜひ聞いてみてほしいんですけど、今日のトークテーマもそういった価値観と相関性があります。アメリカのゲット、フット、マイノリティコミュニティに生活しているとよく耳にしたり、みんなが好んで使うフレーズっていうのがあるんですね。その一つに Don't forget where you came from というのがあります。僕がですね、このフレーズを一番最初に目にしたのはまだアメリカに渡る前、ケアレスワンの The Science of Rap という本にですね、このフレーズが書かれていました。実際には Never forget where you came from と書かれていたんですけど、ほぼ同じ意味ですね。これはですね、日本語では自分がどこから来たのか忘れるなという意味なんですけど、ゲット、フットのコミュニティに生きてるとヒップホップのリリックや普段の会話、スローガンなど随所でこういったフレーズが使われるんですね。でちなみに同じようなフレーズで Started from the bottom now we're here っていうのがあって、これはですね、底辺からスタートして今ここにいるみたいな意味なんですけど、ドレイクの曲でも有名ですが、これもよく使われたりします。でこういったフレーズが多用される理由として、やっぱりフットコミュニティから出てきた人はですね、ジャンルを問わずこういった価値観を強く持っていて、ヒップホップアーティストや DJ だけでなく、スポーツの世界、ファッション業界、政治やビジネスの世界で成功した人もフットから出てきた人は絶対にフットを忘れてはいけないという強い価値観があるんですね。もちろんね、日本とかでも生まれ故郷を忘れない、大事にしたいみたいな地元愛が強い人っていると思うんですけど、それがもっと露骨に強く根付いてるといったイメージです。なのでやっぱりね、音楽とかファッションとかも世界的な流行とか流れもあるんだけど、そこに必ず黒人っぽさを入れてたり、フットっぽさを入れることによってみんなでカルチャーを守ってるんですね。現代では僕たちアジア人も普通にラップをしたりとか、世界中いろんな国でヒップホップカルチャーが独自に育っていますが、それでもですね、知っている人からしたらアメリカ以外の国のヒップホップとアメリカのゲットコミュニティから出てきたヒップホップとではテイストがかなり違って見えるっていうのも、こういった要因があるんですね。これはですね、ファッションとかもそうで、同じようなアイテムをつけてるけどなんか違うみたいな。でそれはゲット、フットコミュニティから出てきた人はマイノリティ感を必ずどこかに入れてるからなんですね。例えばビジネスで成功してスーツを着ててもジュエリーをつけてたりとか、派手な色のシャツやネクタイをしてたりとか、着こなしもちょっと違ったりとかして、アップデートされたライフスタイルの中でも男らしくあれみたいなフットの精神を絶対に忘れないというのがクールだという価値観なんですね。そういったことを踏まえると、よく日本人とかアジア人がやってるヒップホップやブラックテイストのファッションがカルチャーを盗んでいる、文化の盗用なのではと称される理由もわかると思います。じゃあなぜそこまでね、強くどこから出てきたのかを忘れてはいけないのかというとですね、それはやはりフット出身のスターたちはフットの人たちに希望を与える存在でなければならないということと、マイノリティ文化を他のコミュニティに盗まれないように守らなければならないというのがあると思います。あともう一つ象徴的なのは、フットコミュニティでは正直に感情をしっかり表に出している人がかっこいいという価値観もあって、こういったところはね、日本とかなり違うなというふうに僕は思っています。日本でも正直な人っていいイメージあると思うんですけど、実際にですね、現実の社会では平均的に日本人っていうのはあまり表情を表に出さないし、はっきり物を言う人っていうのも敬遠されるのが現実です。例えばなんか熱く語る人とか、自分の好きなことをめちゃくちゃ長く喋る人とかって、日本の一般社会ではですね、ちょっと冷ややかな目で見られるというか、僕とかもですね、ヒップホップとかマイノリティコミュニティのマニアックな情報を発信しているので、もう全然ね、知らない人から見たら、あ、分かった分かった、また始まったよみたいな、そんな風に思われてる節とかもあって、で例えば日本のクラブでね、テキーラ飲んで炎上してる子たちに、このリリックを絶対歌えるようになれとかって言っても、もう無駄だと思ってるんですね。でもアメリカでは意外とそういう人って愛されてて、おー、めっちゃ掘り下げてるねみたいな人が結構いるんですね。でこれは他のジャンルはわからないですけど、少なくともアメリカから来た文化、ファッションや音楽に関しては圧倒的にですね、日本よりもアメリカの方が深く掘り下げている人が多いです。で僕自身もそうだし、そういう人が好きなんですね。
なので感情むき出しで正直であれというのも僕がフットコミュニティから学んだことの一つです。やはりですね、長くそういったコミュニティにいたんで、日本に帰ってきたばかりの時には今の話し方、手の動きめちゃくちゃ外国人っぽいですねとかっていう風にね言われたこともありました。しかしですね、そういった動きっていうのも一つのコミュニケーションツールで、最近ですね、日本に帰ってきてアメリカのヒップホップアーティストが日本に来た時に一緒に遊んでて、でそれを見てた他の日本人の子が、フォードさんって他の日本人のヒップホップ関係者とアメリカのアーティストと接している感じとか関係性っていうのがちょっと違うように見えるんですけど、なんでなんですかみたいに言われたことがあったんですね。でそれはやはり染みついた癖だったり、喋り方、体の動き、表情の作り方、ファッションとかでマイノリティ感が出てるから、まあ、あこいつそういうやつねみたいに見えてるんだと思います。なので僕はね、結構ヒップホップっぽい格好してないスーツの時とかでも結構黒人の人とかにやたら喋りかけられたりとか目で合図されたりすることとかって多いんですけど、なんか多分電波みたいなのを感じてるんだろうなっていう風に思ってます。であとですね、これもあるあるなんですけど、これはフットに限らずですね、外国人の人たちとかって、こいつは俺が外国人だから仲良くなりたいんだろうとか、黒人の俺のことを好きで憧れてるだろうみたいなことをちゃんとしっかり感じてるんですね。で逆にですね、僕は結構普通に仲良くなれるのは、僕はそういうのが全くなくて、日本人でも黒人でもラテン系でも何の分け隔てもなく接しているからなんですね。まあ多分向こうから見たらこいつ超フラットだなみたいな感じに見えると思います。なので人によって態度を変えない、自分を偽らない、正直であれ、そして自分がどこから出てきたのかを絶対に忘れるなという価値観なんですね。僕は日本の東京で生まれて、10代からラッパーとして都内のクラブで活動した後、20代前半からアメリカに渡り、その後ですね、10年ほどニューヨークやアトランタに住んで、トラックメーカー DJ として曲を作ったり、ビデオを作ったり、ローカルのラジオに出たり、クラブで DJ したりといろいろ活動してきて、それが自分のルーツだし、そのルーツが今の考え方、価値観を構築してるんですね。今は日本に住んで音楽以外にも自分で事業をやってたりとか、英語の仕事をしたり、他の業界や普通の仕事をしている人たちとの関わりもあって、まああんまりね驚かしてもまずいと思うんで、まあ銃の話とか過激な話とかっていうのはそういう人たちの前ではしないですけど、今 YouTube をやっているのは自分がどういうところから来て、どういう価値観を持っているのかを心に刻んでおく、自分がどこから来たのかを忘れないという気持ちでやっております。そんな感じで Don't forget where you came from、 今日は終了です。私 DJ Foreign K、 DJ プロデューサーとしての活動はもちろん、これから海外に出たい人たちに英語を教えたり、各種コンサルの仕事もやってるので、何かありましたらお仕事のオファーは概要欄、 E メールもしくはインスタ DM 等にてお願いします。いつも通りチャンネル登録、高評価、コメント、インスタフォローもお忘れなく。 DJ Foreign K でした。